はい、皆さん、こんにちは。ノッツォでございます。ということで、今回もですね、ドラクエ 11S やっていきたいと思います。ということで、ようやくね、これまでのあらすじじゃおじいちゃんの正体がわかりましたよ、と。はい。それはね、実は、本当のおじいちゃんだったっていう話でございますと。さあ、あらすじ読んでいきたいと思います。じゃあ行きましょう。虹色の枝を探し旅を続けるノッツォたちは、ローリーに盗まれてしまった虹色の枝を求めて、ノッツォの故郷、ユグノア城跡を訪れる。実の祖父だと名乗ったローから、ノッツォは一緒に王家伝来の鎮魂の儀式をしたいと頼まれた。鎮魂の儀式を終えたノッツォの前に、追っ手であるデルカダール兵を率いたグレイグが現れる。アルティナは必死に抵抗して、グレイグの猛攻を止め、足元が崩れ、崖下へと転落したノッツを助けるため、自ら崖を飛び降りる。その後、山小屋で目覚めたノッツは、アルティナから自分がデルカダールの王女であることと、16年前の悲劇を調べ続けていたことを知らされる。共に事件を追い続けた牢や仲間たちと合流するため、ノッツたちは山小屋を出発するのだった。さあ、ということでやっていきましょう。ちょっとね、声のトーンは控えめでございますと。ちょっとね、あれです。あれだからね、ちょっと夜中に撮影してるもんだから、ちょっと抑え気味。え？切り株お化け的なやつがいる。ちょっとマルティナさんが、しかいないので、ちょっとこれは仲間と合流してから、あいつと戦おうか。はい。まあこの16年前にね、俺を抱えて逃げていた女の子が実はこのマルティナさんだったっていう話でございますと。あとはデルカダール王国の姫様。で、王国の王様はですね、娘が死んだと思ってると。うわ。またお前かよ。死ぬとは思わなかったぞ、悪魔の恋を。ずっとついてくるこいつ、本当にチャンピオンやぞこっちは。グレイグ、あの忌まわしき日より16年、姫様ご健在なりしはこのグレイグ妨害の喜び。しかし何故悪魔の子をかばい立てなさるのです。姫様であっても使命を邪魔なさるなら切らねばなりませぬ。グレイグ将軍、あなたの立場はわかります。ですが私たちにもやるべきことがある。もともと王様は娘が死んだから言うて俺のことをさ、悪魔の子っつってさ、こう言いふらしたっていう話がある。で、あとはデルカダール王様はなんか裏でどうちゃらこうちゃらっていう話もあると。難しいね。どうか私たちを見逃してはくれませんか。姫様、我が主君はデルカダール王のみ、主君の命令が何よりも優先されるのです。そう、相変わらずね、グレイグ、あなたの忠誠心の強さは誰よりも知ってるわ。きっと話しても分かってくれないわね。戦うのこれ。驚きました。なかなかのお手前ですぞ。16年前はただのおてんば姫であられた。相当な修羅場をくぐり抜けたようですね。やっぱ高いところに位置してるものが戦略的には強いじゃんか。向こうはしかも剣持ってるわけで。マルティナさん、足技でようやるわ、本当に。尊敬します。ふざけないで。戦いの最中に相手を褒めるなんて余裕のつもり？姫様こそ私を甘く見ておられますぞ。
悪魔の子をかばいながら戦うなど少子千万、それで私の剣を裁けると思いか。いや、クレイグ、姫様、だいぶ揺らいでるな。今なら、これ持ってっていいの？振り落とされないように気をつけて。よ。え？馬寝とったわ。お前これが馬4号な。マルティナ姫、あなたは一体。1号は医師の村でもらった馬。2号と3号はどっか行った。で、4号がこれ。お前の馬だ。いや、ムービーが結構長期に入ってるから面白いね、ほんま。よかった、よかった、なんとか逃げ切れたようね。あの時グレイクがひるまなかったら確実に捕らえられていたわ。なんて安心してる場合じゃないわね。とにかくロー様たちと合流しましょう。このローたちはどこにいるんだ？あ、いるわ。正面にいるし、てかドラゴンいねえし。あれ？つがい？一匹はやったけどさ。見て。よ。無事じゃったか、二人とも。ロー様、ご心配をおかけしました。グレイグの襲撃を受けましたが、なんとか逃げ切ることができました。追ってはやはり奴じゃったか。グレイグには確かめたいことがあったが、それには及ばぬようじゃんな。そういえば、あの馬4号はどうしたの？やはり今のデルカダール王国には魔物がはびこっておると見て間違いないだろう。まあ、グレイグはどうかわかんないけど、ホメロスはマジで黒だと思うわ。だって魔物と話してたっていう話があるからね。遥か昔、栄華を誇ったとある王国は魔物が化けた関心によって滅ぼされたという。その魔物の名はウルノーガ。ウルノーガ。わしらは長い旅の末、やっとその名前にたどり着いた。そやつこそ遥か昔より暗躍し続ける邪悪の化身によ。おそらく今のデルカダールもその魔物が牛耳っておるのじゃろう。デルカダール城というか町に行ったことがあるけど、あんな中賑やかそうな町の裏には魔物が支配してると。よいか、この世に生きる全ての者たちのためにお主はウルノーガと戦わなければならん。邪神なきこの時代に勇者としてお主が生まれたのはそのために違いない。だがウルノーガは未知にして強大、闇の力をまとった恐ろしい奴じゃ。無策で奴に立ち向かうことはできまい。いや、無理だろうな。このウルノーガっていうやつがラスボスだとするならば無理よね。あんな雲に負けそうなってんだから、俺は。闇の力、私聞いたことがあります。命の大樹には闇の力を払う何かが眠っていると。やはりお姉様、勇者様を連れ命の大樹に行かなくては。お、この枝を持て。この虹色の枝はかつて命の大樹の一部であったもの。本当にこれを求めてどっからやってきたっけ。確かホームラの里で話を聞いてからここまでやってきたよね。勇者の力を持つお主ならば大樹への道のりについて何かを知り得るやもしれぬ。ノッツォは虹色の枝を受け取った。どうだ、何か見えないか。しかし何も見えなかった。何も見えないって、
その絵だ偽物？まさかあの情報屋にガセネタ掴まされたってこと？ここまで引っ張っといてありえないわ。本当に長きにわたりね、サマディ王国行ったり、いろんなことしたりね、たらい回り何なんて言うんだっけ、こういうの。まあ仕方あるまい。これからはわしと姫も同行し、命の大樹への生き方を見つけるとしよう。まあ、最悪これ使い物にならなかったら売りゃいいよ。100万ぐらいなるらしいよ。よろしく頼むぞ。お、ローとマルティナが仲間に加わった。明らかにローさん腰がいっちゃってっけどね。よろしく。いやー、やっぱ仲間が増えるのは嬉しいね。お、お前吹き出しないけど大丈夫かい。ピキ、いじめないで。僕悪いスライムじゃないよ。いいこと教えてあげるから信じて。この井戸はお城の方に繋がってるんだよ。もしもかがり火のあるところに行きたかったらこの井戸に入ってね、ピキ。いや、お前をやるつもりはないさ、仲間。虹色の枝のことは残念じゃったの。勇者の力を持つノッツォならば何か見えると思ったのじゃが、とはいえ長いや無用じゃ。いつ追手が来るとも限らんし、とりあえずここから出ようかの。エルカダール王国で暗躍している邪悪の化身ウルノーガ。王様と16年間調べ回っても、ウルノーガというやつの名前しか暴くことができなかった。私たちの力ではこれが限界。でもノッツォ、あなたがいればきっと道は開ける。そんな気がするの。ローちゃんは大樹への道のりを虹色の枝が教えてくれるって言ったけど、残念ながらダメだったわね。やったね。ローのおじいちゃんとマルティナさんが仲間になれば百輪力だわ。これで旅が楽になるわね。だってノッツォでなんかぼーっとしてるっていうか、ビシッと決めてくれないっていうか、その点二人はしっかりしてそうだし、情報通だからいろいろ頼りになるし、やっぱ旅のリーダーはこうじゃないとね。あれ、俺ってもうリーダーじゃねえんだ。てかも、そもそも俺ってリーダーだったのか。かつてラムダの長老様が言ってました。命の大樹には闇の力を払う何かが眠っていると。それを手に入れるためにノッツォ様は大樹に導くのが私たち双子の使命なのかもしれません。エルカダール王国に魔物が。だから最近のあの国はうさんくさくなっちまったわけか。あんな大国ですら影で操っちまうなんて。どうやらすげえやつらしいな、そのウルノーガってのは。まあ名前を聞いただけじゃ何のどれなのかちょっとわからんね。そうだ、ちゃい。仲間が増えたからさ、装備的にどうなってんの。ああ、みんな最初に持ってんのはあれなんだ、自分の名前付きのあれなんだね。鉄の爪か。爪武器なんだ。あー、でもローさんはさ、回復もできるよね。アルティナさん槍持ってたっけ。足技ばっかだから槍だとは思ってなかったな。槍だとあれだな、セニアさんと被るね。網タイツとか、どうすか？これおばあちゃんの網タイツやけど。でも一番守備が高い。どう履いてんのかわかんねえけど。理性のネックレス。魔法のネックレス。混乱を 10% で防ぐ。悪魔の尻尾。闇のダメージを 15% 減らす。呪いを 15% で防ぐ。まあ、素早さ上げるんだって、10も上がるわ、これ。悪魔の尻尾。タイツに悪魔の尻尾ってもうマニアックすぎるやろ。さあ、どこに行くんだ。世界を冒険して命の大事な生き方を見つけよう。バンデルホン地方、あの下の方かな。こっち側行きゃいいか。戻ってもしゃあねえしね。じゃあまずこっから出ようか。ドラゴンどこ行ったんだろうね。死んだか。ベルカダール兵士がやっつけた可能性。濃厚。おい、光ってるよ。枝が。
なんだこれ。オーブ。やっぱオーブはレッドオーブだけじゃねえんだな。ちょっと何を今の。私にも見えたわよ。天空に佇む祭壇、あと6つのオーブも見えたわね。一つは持ってるよな。お姉様、もしあの祭壇に6つのオーブを捧げれば命の大樹への道が開かれるということでは。すげえ、大樹への生き方が分かっちまった。これが虹色の枝の力か。ここまで探し求めてきた甲斐があったぜ。今見たオーブってこいつのことだよな。デルカダール城から盗んできたこいつにそんな意味があったとはな。だいぶ序盤だったよね、デルカダール神殿でゲットしたやつ。そういえばなんかイエローオーブみたいなもんなかったっけ、あの闘技場に。俺には俺の使い道があったんだが、そういう話ならこれはお前にやるよ。大事に使ってくれよな。いいのかよそれ、あんたがそれ欲しがってたのに。ノッツはレッドオーブを受け取った。ありがとう。お、ロー様、売らなくて正解でしたね。仮面舞踏会でもらったそのオーブ。ああそうか、準優勝したからか。うわ一気に2個だ。うん、危うく真の価値も分からず路銀に変えるとこじゃったわい。さあ受け取るがいい。ありがとう。ロッツはイエローオーブを受け取った。祭壇のあった場所は命の大樹の真下、おそらく始祖の森と呼ばれる秘境じゃろう。道は決まったな。残り4つのオーブを集め始祖の森にある祭壇に捧げるのじゃ。残り4つのオーブでも一体どこから探せば。単純に虹の枝だけを持ってその世界中行けると思ってたけど、まあでもあやふやだったことがね、ちょ明確になったのはいいね。とりあえずそれを集めるって話だ。確かにどこにあるのかは分からんけど。オーブといえば子供の頃海底に沈んだオーブがあるって聞いたけど、そんなの雲をつかむような話だしね。まあそれはもう無理やな。とにかく今は手がかりがない。世界中くまなく回って情報を集めるほかなさそうだな。うん、世界中をくまなく回るにはまずソルティコの町にある水門を抜け外界へと出るのがいいじゃろう。ソルティコはダーハルーネの町から船で北西へ進めばたどり着けるはずじゃ。あ、ってことは戻ればいいってことか。幸いソルティコの町にはジエーゴという知り合いの領主がおる。わしが頼めば心よく水門を開けてくれるじゃろうって。いやそううまくいくかなっていうね。いやでもこのじいちゃんほんとただもんじゃねえな。よし、それではオーブ探しの旅に出るぞ。ウルノーガを倒すため6つのオーブを手に入れ命の大樹への道を開くのじゃ。おじいちゃんが仕切ってくれてるから俺はもう何もしなくてもいいな。今度の場所はなんかシルビアさんが関係してきそうな話っぽいね。お、ドラゴン生きてる、よかった。でも俺殺したはずなんだから一応仲間見るか。虹色の枝の導きによると6つのオーブを始祖の森にある祭壇へ捧げれば大樹への道が開かれるということだったな。とはいえ今は手がかりがなしじゃ世界中くまなく回ってオーブに関する情報を集めるとしよう。まずはダーハネールの町の北西にあるソルティコの町へ向かうとするかろう。そこの水門を抜ければ海外には出られるでな。やったわね、すごいわ。
あなたのその力はまさに選ばれし者の証、未来を紡ぐ勇者の力だわ。ノッツォがいれば、私とロー様が16年たどり着けなかった真実を知ることができるかもしれない。あら、ノッツォちゃん、ごめんなさい。なんでもないの、ちょっと考え事をしてただけよ。ソルティコの町に何かあんな。虹色の枝には散々振り回されたけど、まさかあんな力があったとはね。大樹への生き方が分かっちゃったわ。どうせだったら残りのオーブの場所もパパーっと教えてくれれば楽なのに。一体どこを探せばいいのかしら。かつてラムダの長老様が言ってました。命の大樹には闇の力を払う何かが眠っていると。それを手に入れるためにノッツォ様は大樹に導くのが私たち双子の使命なのかもしれません。これさっき言ってなかったか。ああ、俺が渡したレッドオーブのことは気にするなよ。お前の役に立つなら本望さ。今あるのはさっき渡したレッドオーブとじいさんたちが持ってたイエローオーブ。残りのオーブはあと4つか。ん？カミューとシリビアさんがちょっと不穏だ。え？北西？あは。これ下の方行けばいいってことかな。まあでも行ってないっつったら向こう側だもんね。まあ行ってみるか。こっちだね。そろそろさ、この赤いここ開けられるようにしてほしいわ、ほんま。頼むから。どっかでムービー入ったりしないかな。入らないなら切り株お化けを倒したい。そういう落とし。うっ！え、こいつだってこんな風に寝てんの？お前そうやって寝てんだ。分解して寝てんだ。普通にこう目が消えるだけじゃダメなんかな、寝るのに。あんな解体現場見たらねえ、衝撃的すぎるわ。ゴーレムってああやって寝るんだ。あ、こいつ気になってるからちょっと戦っていい？ダークドリアード。まあ、明らかに火炎切りは効くやろ。よく燃えそうやもん。うん。まあ、さすがに弱いか。終わったね。まあ、ドラゴンと戦ってったりするしね、俺。そういえばね、ラムじゃなくて、なんだっけ、なんちゃらの祈りをアンデッドマンに与えられる可能性があるから、ちょっと一旦、これ、クエストをさ、消化したいなと思ってんだけど、よろしいか。待て、この小屋の後ろに宝箱あった。ちゃんと見ていかないとな。うわ、小さなメダルか。これ何のためにいるんだっけ？もう11個目か12個目だけど、何に使うのか全然覚えてないわ。いや、どうやらね、ちょっと見てみたんだけど、クエストリストで、ここの3つを受注してるわけね。で、これソルティコの町の初老の紳士ってことで、これはまあ次行く場所だから、まあ、多分これは簡単だと思うんだけど、極楽への導きは、これ、聖なる祈りは聖女と自分が像になると使われるようだって書いてある。俺、ゾーン状態だっけ？あ、いけるわ。これは、じゃ、これはいけるな。これ、鎌で刈り取れ美肌の薬っちゅうのは、もしかしたらこの先で取れる可能性があるわ。滝なんてないもんな。ちょっとわかんないから、とりあえずあれだね、夜にしてアンデッドマンに聖なる祈りをぶちまけようか。さあ、アンデッドマンに会ってきたぞ。こいつアンデッドマンって名前だよな。ああ、君もゾーン状態に。みんな入ってるやん。うわ、お宝ハンター敵一体を火炎でひるませお宝を盗み出す。いや、これはまあ普通にやっとこうか。明治キメラを潰す。俺のターン来たら聖なる祈りを使いたいな。ごめんな、明治キメラ。お前は邪魔だ。お前がアンデッドマンだったら殺さずにいたんだけど。さあ、行くぞ。これだ、聖なる祈り。仲間全員の回復力と守備力をかなり上げる。行けーい。おお、綺麗な連携技やな。これで成仏すんの？これで倒していいのか？これであの世に行けたのか？
まあいいや。倒してみないことには。え ?4 しか食らってない。え、この技強っ。周囲2段階。これ、必須だね。あ、来た。聖なる祈りを使ってアンデッドマンを倒した。ネルセンの宿屋の桟橋の近くにいる旅の神父に報告しよう。あれでよかったんだ。とりあえず撃てばいいんだな。さあ、この人ですね。声が聞こえなくなりました。王国を憂うような悲しみの声が。どうやらアンデッドマンとなった者に安らかな眠りを与えたようですね。旅の方、誠にありがとうございました。こちらは私の気持ちとなります。どうか遠慮せず受け取ってください。安らぎのローブを受け取った。さまよい続ける魂が命の体重に変えられず、魔物となるという現象は、この地だけでなく各地でも起きています。願わくば全ての魂が自然の断りに従い、命の体重に変えれるように、そんな時が来るのを祈るばかりです。バンデル地方にいる神父に頼まれ、連携技の聖なる祈りを使ってアンデッドマンを倒したことを報告した。命の体重に変えれない、魂が各地で魔物になっているようだ。さまよい続ける魂が命の体重に変えれず魔物となるという現象は、はい、ありがとう。装備?なんちゃらどうちゃらってやつをゲットしたと。こっちか。アクセの方か。ちゃうな。ポンチョ、安田ギローブ。おお、戦闘中に HP を回復してくれる不思議なローブ。待ってこれ。ベロリか。君が来て。うん。攻撃魔法も上がるしな。これはベロニカにつけよう。オッケー。やっぱベロニカ狙われるとさ、一気に持ってかれるから。まあ、この防具の回復量がどんなもんかわかんないけど、ないよりはマシやろ。あれ?稲ってこれか?死力草。妖精の面か。蝶の羽。いや、違うな。なんかアロマ、なんちゃら、あ、アロマ。あ、これか。これだ、これだ。滝の近くだもんね。これじゃない？お、来た！なんとノッツォはヌルットアロマを見つけた。ノッツォはヌルットアロマを手に入れた。ヌルットアロマを手に入れた、クロッタの町を闘技場の受付近くの肌のケアに悩む闘士に渡そう。ここなんか来たけど光ってなかったように感じるけどね。まあでも偶然の産物だ。よかった。だってさ、デルカダールの時みたいなさ、石の大滝みたいな感じで書いてないからさ、ここ。ふざけやがって。か。ああ。届けるか。ん?蜂のって、ここ、これそうだね。稲があったのはこの辺で、その先で、この蜂を利用していける場所がある。宝箱あるやろ、絶対に。光物もあるな。オッケー。シルクグサゲッチュ。あ、宝箱。あ、そう。ん?あ、ユグロは金貨。あ、金貨か。銀貨どうか、なんかモンスターから拾ったような気がするけど、金貨なんて持ってなかったな。さらにこの奥に行けたりすんの。うわ、なんかあるように見えるけど、ここ土砂降りやな。てか、この滝に当たってこの蜂ちゃん大丈夫なのか。さあ、来たぜ。こいつに渡そうか。ルルットアロマ。もしかして、ルルットアロマを取ってきてくれたのか。ノッツはヌルットアロマを渡した。お、いい具合のヌルットアロマじゃないか。どうにも俺は顔の扱いが、じゃ、釜の扱いが下手なんで、採取するのに苦労させられてたんだ。でもちゃんと釜で切らないと、この肌に効くヌルヌルが出てこないんだよ。その点これは完璧な仕事だぜ。これならしばらくはヌルットアロマを取りに行かなくても大丈夫そうだ。ありがとうよ、旅人さん。お礼に熱いハグでもしたいところだが、この荒れてる肌じゃ迷惑なだけだよな。代わりにこっちをもらってくれ。ハンサムな装備のレシピ。ちょ、これ気になってんだよね。ハンサムスーツ、ハンサムスカーフ。クロッタの街にいるスキンケアに悩む闘士に頼まれ、ヌルッとアルマを届けた。これで肌にツヤと張りが戻ると、悩んでいた闘士も大満足のようだ。なんだよ、そのハンサムって。みんな男人ハンサムだけどね、うちは。そんなもんに頼んなくてもハンサムだけどね。あ、何打ちが、いや、集中力か。おお、火力上げの陶器。G
地金の温度を300度上げることができます。硬くて鍛えにくい時に使いましょう。なるほど。あさーん、お、シルビアさんが受けられるみたいだね。効果的には闇のダメージを 10% 減らすと、ハンサムスカーフと一緒に装備すると見た目が変わるらしい。あー、輝き層と雨露の糸。え？足りない素材を買って作るとかあるんだけど、こんなことできるの？買えるの？ユグノア地方、モンスターが落とす。ラーハーラ湿原と冷水の洞窟で落ちるって？あー、これはモンスターが落とすらしい。てか、ダークドリアードってあの木じゃん。これ作ったのか。でかくだし。え？ブルーアイじゃ、グリーンアイ使った？まあいいや。なんか見た目も変わるっていうしね。バカバカ、これで仕上げたらお前何もできねえぞ。間違いなく、あ、こんなの見れたんだ。最初は、1000度からよね。2倍打ちから行くか。え、2倍打ちしてんのに。ちょ、これ、やってみる。お、これで叩きやすくなったってことかな。次の一打ち威力が2倍。ってことは、これだ。ナイス。強いね。むずいなぁ。むずいよ、これ。OK。次の人うち威力が半減。そんな。これ、あ、ちょ、間違えた。やべ、2倍打ち。やばいかも。これ。威力が2倍。いや、ここにしとくか。くそ。失敗かな、これ。半分しか叩けてない。ぬるま湯というかさ。だよね。むずかったわ。てか温度上げなかったらよかったかもしんない。まあ、最低限ね、プラスじゃないけど作れるってやつね。これをシルビアさんに。騎士団の服とかも。そうそうさ、神も変えてあげたいんだけどね。と変わってないから。次の街で買おう。お、神のレベルアップと、ジバリか。その、緑のこの、木を倒してアイテム落とすかなと思って倒したんだけども、まあ落ちないわな。そう簡単に落ちるもんではないと。夜になると活発なるね。この、なんだっけ。この切り株お化けの緑色。こっちだね。こっちに行けばいいのかな。こっちは多分新たな場所だと思われるけど、どうなんでしょうか。戻るのかな。こっちが北西で合ってるのかがわからん。バンデルフォン地方。あれ？戻ってきてるような気がするけど。あー。これ海に一回出ないといけないのかな？ちょっとなんで、これ、渡れやんや。断崖？癒し層？癒し層ってどっちなんだろう？あ、宝箱。うわ、でか。1500ゴールド。ありがとういただくぜ。誰かのへそくり。そういえば今日のワンコやってない。あ、シルビア号が見えるな。お前ちょっと邪魔。デルカドアル神殿で見た。あいつに似てる。めちゃくちゃ。これは、これ何？この緑の、階段があるよってことか。うわ、どこ沼。あ、これ、アンデッドマンとこか。見覚えあるなと思ったけど、それあるわな。さっき来たんだから。困ると相手してる暇もないよと。そっか、ダーハネルの街ってのはこっからだったね。オメノスがイカを呼んだ場所だ。で、これの北西だから、
あるね。ピンク色のビックリマークが出てる。だいぶ近いとこにあるんだな。てか、ルーラって最高なんだなって、改めて思い知ったわ。え？ここに降りればいいのか？ソルティア海岸に降りますか？めちゃくちゃ近い。さあ、ソルティアな海岸、到着。うわ！なんだっけ、こいつ。ブチュール、ブチュール。戦おう。唇お化け。マジックリップス。あ、リップスか。3体いるってことは、ベキラまで燃やしたろ。お前の唇ごと燃やしたろ。え？弱っ？ベキラま一回飛ぶって。なめくじだからな。塩かけたらもう終わりじゃね？魔法つ、え、メラミだ。ようやくメラの上位覚えたな。メラも単体だからか。なんかチュッチュチュッチュしてる。え？うわー、なんだこいつ。そうじゃな。虹色の枝の導きによると、6つのオーブは始祖の森にある祭壇へ捧げれば、大樹への道が開かれるということだったな。とはいえ、今は手がかりがなしじゃ、世界中くまなく回って、オーブに関する情報を集めるとしよう。まずはソルティア海岸にあるソルティコの町へ向かおうとするかの。そこの水防を抜ければ海外にも出られるだよな。海を見ると思い出すわ。16年前のあの日のこと。バンデルホン地方の船着き場からロー様と二人で船に乗ったのよ。あれは夜明け前のことだったわ。暗がりの海の中、ロー様は不安がってる私の肩をずっと抱いてくれた。あのぬくもりはずっと忘れないでしょうね。この辺りも変わらないわね。は、ノッツちゃん、なんでもないわ。おおほほほ、気にしないでね。まあ、あれかな。祖国というか、故郷かな。潮の香りがしますわね。こんな素敵な香りがするなんて、ここはいいところですね。私はこの旅が終わったら、こういう素敵な場所に家でも建てて、毎日この香りに包まれていたいですわ。潮風って洗うの大変じゃない？なんかベトベトするでしょ。あのさ、ここら辺の素晴らしいところは、なんといっても海があるところね。私気に入っちゃった。私とセイナの故郷は山の中だったから、旅に出るまで海のことは本でしか見たことなかったの。その本には大きな井戸みたいなものって書いてあったけど、大嘘だったわ。一体誰があんな本書いたのよ。はい。なのと、シュービアのおっさん。なんか妙にソワソワしてねえか？ユグナ城跡でもソルティコって聞いた途端に、急にたまにダンバリになっちまうし、なんか具合でも悪いのかな。神はあれだね、ちゃんとみんなのこと見てるよね。偉いわ。だからこそ、神が捕まった時は俺は怒った。ん？なんだこいつ。お前誰やねん。え、これあいつやん。え、なんか何やったっけ。なんちゃらのどうちゃらってやつの時に蜜を作るためにこいつと戦ったんだよ。お前もそういう風に寝てるんだっていう驚きですね。え、ラプガーナ密林だ。これ帰れるのか。俺はデルカダールに。トルティコの町、丘を越えてすぐそこ。あ、ほんとだ。じゃあ俺もデルカダールの兵士いるんちゃうの、そこに。でかい城が、待って、いろんな敵がいる。とか、もうそろそろ逃げてる。もうすでに逃げられてる。俺なんかしました？こいつらと戦うのは次回にしよう。このスライム型のこの何やか、スライムナイトってやつか。乗れるっぽい。スライムに乗れるらしい。それ嬉しいね。おお、気持ち悪いな、こいつ。もう今日のワンコ、こいつでいっか。はい、今日のワンコ。無理やり今日のワンコね。これがソルティコの街。だいぶ立派ね。ここすごい素敵な場所ね。好きだわ。白。カジノがある。ああ、私、
ちょっと鼻つぶしてくるわ。あっちに綺麗な花畑があったのよ。町の外で待ってるから終わったら呼んでね。まあこの反応からするにここで生まれ育ったんには間違いないだろうな。結構お偉いさんなんじゃないかな。まああの船持ってるっていうこともあるし。一体どうしたのかしら、シルビアさんたら急に。お花つ。ディエゴ殿はこの町で一番大きな屋敷にいるぞ。では行くとしよう。父親だったりすんのかね、このジエゴってのが。そうそう、わしがイグノアの前王であることはジエゴ殿には伏せてあるんじゃ。バレると何かと面倒じゃからの。了解。ここでは旅人の老としておる。そんなわけでそのように話を合わせてくれ。よろしく頼むぞい。じいちゃんのウィンク。了解。そりゃあじいちゃんにウィンクされたら聞かざるを得ないでしょう。あ、うわうわ、いきなりこんな壊せる場所あるやん。こんなところにあるんなら壊してくださいって言ってるようなもんだよな。街の散策はもう次回やるか。武器屋もあるし、セーブ場所もあると。なるほど、仲間の話を聞いて。あれだ、え、結婚式とか開けられそうな作りしてるよこれ。綺麗な場所やな本当に。お、このタイプの教会は初めて。デク型のおっちゃん。仲間話聞くわ。よいか。さあ、ノッツォよ、観光したい気持ちもわかるが、それはまた次の機会までお預けじゃ。追問管理しているジエゴ殿はこの町で一番大きな屋敷にいるぞ。では行くとするかの。そこの息子説あるからな、シルビアさん。王様は人望あふれるお方、世界中にいろんなお知り合いがいるの。私も初めは驚いたわ。町のお嬢さんや子供、おじいちゃんまで、みんな王様の茶飲み友達なのよ。一国の王様だったのに不思議な方よね。ここら辺の素晴らしいところは、なんといって海が、これは聞いたな。潮の香りがしますわ、これも聞いた。シリビアのおっさん、花を摘みに行くって消えたっきり、全然戻ってこねえな。いつもだったらこんな素敵な町に住んでみたーいって感じで騒ぐのに、なんか怪しいぜ。絶対故郷だわ、ここ。急にあんな態度取られるとね、ちょっと、知らないもんね、あんなシルビアさん。そう、おじいちゃんには、あのあれ、探索するなって言われたけど、次回ね、まあこの町を見て回っていきたいなと思います。本だったりレシピだったりあると思うしね。はい。ということで、今回ね、ここまでしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。よいしょ。